皆さんこんばんは。本日は大枝みーの個人撮影会、東京リリーさん平日夜の部にお越しいただきありがとうございます。今日はですね、いつも個人撮影会で使わせていただいているスタジオとは違ったところで諸事情により行ったんですけども、まあいつもと違ってまた新鮮で楽しかったです。はい、9月25日にですね、東京リリーさんにて個人撮影会と団体撮影会があります。まだまだたくさん空いているので、よろしければ会いに来ていただけると嬉しいです。10月、11月、12月も、来年もですね、はい、東京リリーさんにて撮影会を撮影会に参加させていただく予定ですので、その際その時もお願いします。ありがとうございました。グデグデ。